こんにちは、こんちは清水宏の「屋根裏のオレンジ予告」です。えー、明日になります、2020年の8月22日、明日の10時からですね、日本スタンドアップコメディ協会、えー、メンバーのですね、インコさん、インコさんなんですね、えー、もう敬語なのか、名前の一部なのか、僕の中で曖昧になってますけど、インコさんが出てくれます、えー、屋根裏のインタビュー。 いい、えー、いろいろ話したいと思ってますこのインコさんっていう人はですね、えー、っとちょっと多彩な人でね、えー、デザインもできるいろんなことできる演劇の演出も作家もできるそしてスタンダアップコメディもできるっていう多彩な人で,で僕本当にちょっとスタンダアップコメディやってほしくてお願いして出会って、えー、日本スタンダアップコメディ協会のメンバーになってもらった方なんだけどそうなんですよ。 ちょっと、あのー、まだそんなに話したことないんでね、まあ、バタバタしてたこともあるしこのコロナ禍で離れちゃったこともあるんですけど本当どういう何考えてるんだろうっていうのがすごくあってでねちょっとやっぱりすごいになんて不思議な存在感のある人でねあのー、誰かがわーって言ってるとねえー、っと程よい距離がとるまあわーって言ってるのは俺なんです俺ともう一人の人なんですけど別な。 教会のそうするとちょっと程よく距離を取ることができるんですけどかといってあとななで,でちゃんと意見を言ってねなんかね俺はね白馬に揉まれてきた人じゃないかと思っていてあの当たりの柔らかさの向こうにとんでもない人生があるのではとか勝手にえ邪推しているんですね。で僕とは全然違ったタイプのスタンダップコメディをやる人なんです。あのー、本当に何が面白かったかっったて 僕はね、自分の嫌いなものをガンガンネタにするんですよ。違うともう違和感のあるもの。インコさんはね、本当に嫌いなものはね、扱わないっていうところがあって。これがね、面白かったの。本当に嫌いなものってもう、いなくなっちゃうみたいな、死んでしまいみたいなことしか言えないじゃないですか。だからね、やらないんですよっていうね。実を言うと、とてもその、人間に対する考え方が、ひょっとするとですね、そんなに人に期待しないという考え方なのかと。 えー、期待するあまりいろんなものに怒り散らす俺とは全く真逆の人ではないかと、えー、思っていてですねむしろ自分が何かを好きになったり嫌いになったりすることに対するいろんな批評がすごいと自分にきちっと何て言うんですかね批評が向いている人なのかも大人なのかもね僕より10以上下なんだけどとちょっと思ってる人なんですね明日ちょっととことん話を聞いてみたいと思います。屋根裏インタビュー23時 違う22時だったごめん、ボロボロですけど、今日このまま許してください。今日出せかるなんでね、えー、屋根裏インタビュー、えー、明日の10時、えー、8月22日の10時からですね、土曜日、インコさんが出ます、よろしく、その後いつものように、えー、屋根裏ニュース23をやります。ではでは、お楽しみに。